こんばんは、カメです。今回は大変ご迷惑をおかけしております。というのも、ゼウスさん、そして COD モバイル界隈の皆さん、そして私の視聴者たち、そして競技シーンの方々、多方面に多大なるご迷惑をおかけしております。今回はその皆さんに一つお詫びしなければならないことがあります。ちょっと待ってください。ていうか待ってください。マジに待って。マジで、ていうか、ほんとに待ってください。待ってください。違う。これ、自分に向けて言いました。自分に、これ自分の、俺のこと、これ俺です。違うんですよ。俺、そういう硬い雰囲気でやりたくないんで、俺のチャンネルって。そういう硬い雰囲気、俺めっちゃ嫌いなんで。違うんですよ。ちょっと、したいっていいですか？というのも、今、横に、いつも寝てる布団をどかしてやって、まあ、ロフトなんですよね。じゃあ、後ろ真面目そうだったんで、後ろ。下真面目なところないんで、この白い。わかります？で、突っ込みどころあると思うんですよ、いろいろ。俺の体全身突っ込みたいと思うんですけど、皆さん。違うんですよ。待ってください。まず説明すると、まずなんで中着てないのか、これふざけてるんじゃないです。ふざけてるんじゃなくて、家からパクってきたんですよ、このスーツ。お父さんのか、弟のかもしれないんですけど、全くサイズ合ってないんですよ。はい。ちょっと待ってくださいね。手をほんまに待って。待って、説明するから待って。待って。一回ちょっとしたいって、いつものところ。もうちょっと話しやすいとこ行っていい？ OK。待って、待ってな。OK。足しびれた。で、ちょっとこっからね、おふざけ置いといて、本題に入るんですけど、俺、今日みんなに言いたいことっていうのが、まあ、主にゼウスさんですね。ゼウスさんの俺の動画の出し方、取り上げ方についてね。まあ、ちょっとこれは、俺、一回 COD 界隈のみんなに、メガホンで言っておかないといけないかな、拡散器で言っておかないといけないかなっていうことがあって、まあ、叩かれるべきではない人が叩かれてるっていう、そういう状況にあるんですよね。で、そこでね、こういう質問が来ていまして、亀に質問です。ランクまでいるカメキッズとゼウスキッズでイギリスなしてるやつどうすればいいですか？正直言ってランクアップの邪魔になるのでやめてほしいですっていう。俺多分ゼウスさんのキッズじゃなくて、俺の動画を見てこれやってるんじゃないかなっていう。だから要は、俺がゼウスさんを動画で誤った取り上げ方をして、YouTube 動画で出してるから、それを勘違いしてしまって、俺がちゃんと説明しないといけないところを説明できずに、動画を出してしまって、で、このランクアップね。ランクマゼとか。まあ、これはちょっと視聴者に対する謝罪ですね。まあ、今回ね、ゼウスさん、視聴者、競技神勢。この3つにね、まあ、ちょっと一つ一つ、ちょっと、まあ、謝っておかないといけないかなっていう。まあ、この層に対しては、俺ちょっとこういうところ悪いわっていうところを言っていきます。で、まず1つ目はね、視聴者に対してですね、視聴者に対しての、謝罪やね。はい、もうほんまにふざけんのやめようか。まあ、これ視聴者に対してなんですけど、やっぱね、勘違いさせてしまっている。で、勘違いさせてしまった人に迷惑をかけられている視聴者。まあ、COD モバイルプレイヤーですね。ドミニハーポイギリスナイパー勢って、俺、あれ怒ってるやん。ドミニハーポのスナイパー使ってるやつに対して怒ってるんやけど、あれ、もともと元凶は俺やと思ってるんですよね。なんか、ゼウスキッズがとかって言ってる人いるんですけど、明らかに俺が、ゼウスさんを動画で取り上げ始めてから、ゼウスキッズっていう単語が生まれたんですよ。だから、1年前とか、2年前やったかな？ 2 年前とかね、旧シーズン3とか、旧シーズン4とかからゼウスさんで確か COD モバイルやってたはずなんですよ。プレイスタイルで。じゃあ、なんで途中からゼウスキッズっていう単語が生まれたかっていうと、武器紹介動画とかでよく怒ってるけど、結局俺が原因なんやなっていうのはあって、で、やっぱそいつらに迷惑かけられてしまっている視聴者に申し訳ない気持ちがあります。で、やっぱね、ゼウスさん関連のコメント見てても、最近のイキリ SR 増えたのは、カメさんのゼウスさんの動画の影響が大きいと思うみたいな、そういうコメントもね、多々ありましてですね。まあ、確かにその通りですね。その通りですね。だって、ゼウスさんも、
あのプレイスタイルで3年前とか2年前とかずっとやってたわけですよ。で1年前俺に取り上げられて、でその自分のプレイスタイルがただ単にカメっていう実況者に拡散されて、そういうやつらが増えていったみたいな。だからデンスさんは今まで通りね、自分のプレイスタイルを貫いてるだけなのに、それを俺が間違った、動画紹介方法で、まあ、湧いてしまったっていう。でこの間違った紹介方法っていうのが、これね、夢さんとかやったらわかるかな、夢さんとかやったらまあわかりやすいと思うんですけど、確かねツイートをしてたんじゃないかな、まあゼウスさんとかみたいな感じになんかね、ライフとかでくる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 するんはいいけど、対空しようねっていう、動画、ツイートをしてたと思うんですよ夢さんって。あれを俺もやるべきだなと思って、やっぱそのナイフくるくるは意味ないよみたいな、だからみんなじゃ真似できないよ、ね、あこれタイマン限定の動きやからみんなやっちゃダメっていうことをちゃんと俺が動画で、あとまたは100年ショータイマンとかの生放送で言いながらゼウスさんを紹介するべきだったんですよ。そこはね謝罪します。これから気をつけます、そのゼウスさんの取り上げ方についてはね。で続いての層はね、競技シーン勢の人に向けてですね、競技シーン勢の人に向けて俺ちょっと言わないとあかんかなと思ったのが、これは俺だけのせいじゃないと思う。でも大会今少なくて、今競技シーン勢に2年前とか3年前より競技シーン勢ってあまり今スポットライト当たってないじゃないですか。これ別に今の競技シーン勢が弱いから注目されてないよねとかそういうことを言ってるんじゃなくて、まあ実際2年前とか3年前って GGL とかあとプレアデスだっけ、そういう大会があったからこそ、やっぱライト勢より競技新勢のなんかミヤさんとかハムスターさんとかね、そういうまあプロ勢とかに注目いってたじゃないですか。でも今って正直ゼウスさんとかの方が注目されがちじゃないですか。みんなもうそう思ってるだろうし、競技新勢の人たちも、ゼウスあいつ本当は強くないのに、絶対俺らプロの方が強いのに、なんで俺らより弱いやつが紹介されてんねんって競技神勢の人たちも思ってると思うんですよ。で、なんかこれはあまりなんか自意識過剰みたいな感じで、俺もあんまりちょっと言いたくないんですけど、まあこれは要は俺が競技神勢よりゼウスさんを取り上げまくってるから、競技神勢よりゼウスさんが注目されてるっていう、そういう構図が出来上がってしまってるんじゃないかなっていう。だからまあ俺が競技神勢じゃなくて100連勝タイマンとかでゼウスさんにスポットを当て続けてるから、競技神勢のこう凄さっていうか、まあ、昔よりやっぱ競技神勢すげえっていうか憧れる、競技神勢プロ勢に夢を見る者たちが少なくなってきてるよねっていうのは俺正直あると思ってる。プロとかより、プロとか競技神勢の人たちよりゼウスさんの動きの方が映えるんですよ。でこれどういうことかっていうと、映えると強いは違うんですよね。競技シーン勢、プロの人の方が強いし、うまいんですよ。COD モバイルっていう、なんかめっちゃ上から目線なんですけど、これはまあ、あくまで、YouTuber としてね、まあ、俺の目的はあくまで、視聴者にすごい面白い動画を見せる。で、まあ、これもう、ヒカキンも、はじめ社長もそうだと思うんですけど、再生数を稼ぐっていう視点で見た話ですよ。っていう視点で見た話で言うと、映えるか映えないかって、俺やっぱ YouTuber からしてもすっごい大事で、ゼウスさんの動きって本当に映えるんですよね。本当に、ゼウスさんの動きって映えるんやけど、ハーポとかドミネではやっぱり強くないんですよ。でも俺があたかもそれを強いかのように、1v5 とかで、ドミネハーポとかでも強いかのように紹介してるからこそっていう話ね。本当は弱いんですよ、あれって。なんか 1v5 とかでなんかキャラコンごちゃごちゃごちゃってするって。あれはやっぱ、俺はね、さっきも言った通り、視聴者、COD モバイルキッズに夢を見させているっていうね。まあ、ところであれ、まあ、言うたら AV みたいなもんよな。AV みたいな。いや、その手間の仕方、それ実践では通用せえへんからみたいな、そういう話なんですよね。で、置いといて。で、競技神勢の方が実践的な動きなんですよ。でも映えないんですよね、競技神勢の動きって。なんかこう、丁寧っていうか、まあちょっと言い方を変えて、みんなにも伝わりやすいように言うんだったら、ちょっとやっぱ、まあ、芋というか、あまり動かない動きが、やっぱ競技神勢とか、まあプロの人たちっていう動きで、としてあるんで、やっぱ、映える、みんなが見てて動き、みんなが見てて、うわ、すげえってなるのはやっぱゼウスさんだと思うんだよね。だからこそ、ゼウスさんの方が、まあ、数字は取れやすいっていうのは本音あるんですよ。これほんまにね、俺、競技神勢の人の目の前で多分言えたもんじゃないやろうけど、でも実際に競技神勢の人に向けて言えるのは、競技神勢の人たちは強いんですよ。ものすごく強いです。ゼウスさんより強いです。ゼウスさんより強いんですけど、ゼウスさんの方が弱い、まあ、これ言えないね。まあ、タイマンとかそういう、そういう話、今もう全部忘れてくる、拍手。で、
ゼウスさんの方が映えます。だから俺はゼウスさんの方にスポットライトを当ててます。最後にね、ゼウスさんですね。最後にゼウスさんにちょっとやっぱ俺もこれ悪いかなでね、まあ、さっきも言った通り結局お前ってゼウスさんを道具だと思ってないかみたいな、再生数のこの道具だと思ってないかみたいな、ゼウスさんを使って金稼ぎ、金儲けすんなよみたいな感じのこと言われそうなんですけど、実際これは正論です。その通りです。否定できない。でもですよ、まあ、共存関係ではないな、まあ共存共栄っていうわけではないけど、まあ、お互いメリットあるわけですよ。お互いメリットあるんですよね。だから俺からしたら、俺がゼウスさんを紹介すればゼウスさんは知名度を得られます、ファンを得られます。でゼウスさんからすれば、亀の動画に出ればゼウスは知名度を稼げます、ファンも増えます。で俺実際にゼウスさんに、まあ、ギャラというか、まあ、なんかもうそんなね、もう大金じゃないですよ、大金じゃないんですけど、今日ゼウスさん今日タイマー、100連勝タイマーありがとうございました、生放送ありがとうございましたって言って、実際に渡します、お金を渡します。ね、別にただでね、なんか使ってるってわけじゃないし、実際にゼウスさんにもね、自分の動画に出て知名度を得られる、立場得られる、まあ、舞台っていうのを与えて、しかもお金も与えてっていう、なんで、まあ、ゼウスさんにも当然メリットあると、ここはそうじゃないですか。ね、ゼウスさんも仮面の動画に出れてね、すごいこう、まあち、まあ、チヤホヤって言ったらちょっとおかしいかな、まあまあ実際ねアンチもついてくるし、でこっからなんですよ、こっから大事で、ゼウスさんになんで謝んないといけないか、それはやっぱゼウスさんすっごいアンチが多い、すごい多い。で普通の有名人とかのアンチと視聴者とアンチの割合って、普通の通常の人、まあ俺とかヒカキンさんとか、まあそういう、まあこうもう炎上系でもない人ってアンチが1割で視聴者が9割とかっていう割合なんですよね。でもゼウスさんって俺ね、やっぱ俺から見たとしてもゼウスさんってやっぱアンチ多いんですよ。あれはゼウスさんは視聴者、まあファンやね、ファンが6割でアンチが4割みたいな、そういう割合なんですよね。俺からしたらなんかゼウスさんやっぱちょっとなんかゼウスさんアンチ多いよなみたいなって、でそれゼウスさんにアンチが多いのって多分俺の紹介、俺の取り上げ方なんですよね。でゼウスさんって普通普段ランクマッチとか全然デスレこきます。はい、ゼウスさんも全然デスレこくし、普段のランクまでね、だから俺が言うたらハードルを上げすぎてるってこと、ゼウスさんのいいところだけを取り上げて、だからこれ別にやらせとかじゃないよ、やらせをしてるっていうことを言ってるんじゃなくて、ゼウスさんの 1v5 の動画あるじゃないですか、あれ実は3試合4試合やったうちの2試合を厳選してるんですよ。まあ別になんかそんな10試合とかやってるわけじゃないですよ。でも全部で4試合やって、ゼウスさん今日ウォーミングアップで1試合やってみましょう、もう1回やりましょう、もう1回やりましょう、あこれいいですやん、これにしましょうって言って動画化してるってわけなんですよ。だからゼウスさんも普通にデスレとかこいたり、1v5 タイマンで負けたりしてるんですよ。動画外ではね。まあこれは決してやらせってわけじゃないです。相手のレジェンドの人たちもお願いゼウスさんに負けてって言ってることを言ってるわけじゃないですよ。でもゼウスさんを過大評価させるような動画を作っていたと、ね、まあゼウスさんを見せる動画で取り上げるのはいいけど、その代わりおいみんな退屈しようぜ、ね、ゼウスさんこんなプレイしてるけどナイフくるくるなんてもうタイマンぐらいだよ使っていいのはみたいな、普通のランクマッチドミニハーポとかだったらナイフくるくるせずになんかね、FAMJ だっけ対空しようねとかハンドガン持ってね、ちゃんとこういうまあ打ち合い負けないようにしようねっていう、そういう注意喚起のことも言いながらダメなのに、いや言わないとダメなのに、それを言ってないからこそゼウスキッズって言われるものを俺の動画を見て勘違いさせた、一番最初に言いましたね、ゼウスさんを取り上げた動画を見てそういう勘違いさせてしまった、夢を見ているキッズが現れて、でその人に迷惑かけられた人がゼウスのアンチ化しているっていう、てな感じで皆さんどうだったでしょうか。今回はね、まあ、確かに全部多分視聴者が聞いても、まあまあ、それは亀が悪いわ、みたいな感じになると思うんですけど、コメント欄でね、よければ、いろんな意見の方、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。